幾度となく歴戦を戦い抜いてきた2人、果たしてこの壁を乗り越えることはできるのか。いざ勝負。さあ運命のホイッスルが鳴りました。おっと清武がまず前にポジションを変えていきました。香川のドリブル、2人が離れた状態で今プレーしています。とりあえず今香川がドリブル、そして清武にパスを送りました。サイドに散らしていきました。そしてフォワードをまだ突破することはできません。おっと噛んで前に香川が来た。香川が浮き球を要求しました。しかしここは清武のドリブル、ドリブルドリブル、清武のドリブル。さあここは抜いていく清武、スピードに抜いていく。さあミッドフィルダーゾーンを抜けてきた。そして香川真司、ゴールが決まる。ゴールキーパー3人、香川決めた。2人で決めた。2人対55人、究極のチャレンジ、極限のチャレンジがスタートしました。さあまず香川を囲んでいきます。清武はピッチの中央にいます。香川がおっとここはスピードでドリブルを使ってきました。スピード、さあここは囲む、囲まれた。香川真司が囲まれた。しかし抜いていく、抜いていく、抜いていく。中に入ってきた。そして清武にサイドに散らす。ここにはスペースがある。清武、清武、マルチンリード、中央の香川を掴む。Zulme, baskıya, ölümlere, katliamlara yeter. Yoksa bu ülkenin insanları ne hissediyor? ensonhaber.com